沖縄県難病相談支援センターアンビシャス解放誌ボリューム107今月の表紙は車椅子のシンガージャハナイサムさんですえーイサムさんがですねこちら電動の車椅子に乗ってにこやかに、えー、外の方でですねこれ大きな木の前で、えー、笑顔で写真に写っております 本当の強さとは自分の弱さを受け入れることというタイトルとともに表紙に大きく写真が載っております。今月のメニューです。表紙は語る脊髄性筋萎縮症2月の報告あれこれ新聞記事紹介保健所からのお知らせ団体掲示板エッセイポエム おすすめ映画情報、バリアフリー情報、協賛、お知らせ、今月の占いとなっております。アンビシャスホームページは、h t t p コロンススララッッシシュュ w w w a m b i t i o u s o r j p w w w a m b i e ious.or.jp ですアンビシャス解放誌ボリューム1072ページ目です2ページ目は「表紙は語る」今月は「車椅子のシンガー脊髄性筋萎縮症」 ジャハナ・イサムさんです。進行性の難病脊髄性筋萎縮症とともにこのように生を受けました脊髄性筋萎縮症とは遺伝子の欠損のため神経に異常をもたらしほぼ全身の筋肉が徐々に衰えていく難病で最後には息をする筋肉さえも奪う病気と言われていますですが末っ子の私がこの難病と知った時母親は またかと思ったでしょう実は4人兄弟中3人が同じ難病を発症していました映画のようなストーリーはさらに続き私が生まれて数ヶ月の頃に父親が交通事故で命を失いました女で一つでよくも育ててくれたなぁと感謝でいっぱいですそんな中同室だった3名で ニースというバンドを組みましたバンドといっても楽器は演奏できませんので全て打ち込みという作業で音を作りました打ち込みとは各楽器のパートドラムギターなどを一音一音ずつコンピューターに打ち込みカラオケを作りそれに合わせて歌う手法です一曲制作するのに大変な労力を必要とします そして二十歳を過ぎた頃自分にはやれることがあるのでは自分の可能性に賭けてみたいと強く思い単位を試みます単位を決めてからは大きな壁が立ちふさがります住む場所探しからその他にも介護制度の交渉や経済的な問題に、えー、経済的な問題などたくさんの壁にぶつかりました 単位の際に一つだけ決めていたことがあり、それは制度をでき,るだけ、えー、できるだけ使わないで自分の力で自立をするということでした。ワープロや地図制作、イラスト制作やイベントの名簿制作、名刺制作などあらゆるパソコンを使用したアルバイトをしましたが、手先、指先の不自由さから、 時間がかなりかかるため、生活をするには苦しい状況でした。他にもいろんなことに挑戦しました。就職できないなら自分で起業しようと思い、事業所を立ち上げたり、店を開業したりもしました。ですが自分の勉強不足から失敗に終わり、しまいには飛び込みの営業までやってみました。来月どうなるのか、明日どうなるのか、 不安で眠れませんでした。自信もプライドも失いました。人と会話することさえ恐怖でなりませんでした。強くなりたい。いつもそう願っていました。願えば願うほどそれは遠くに感じ、願えば願うほど自分の弱さにただ愕然としていました。頑張るのはもうやめよう。私が下した決断はそれでした。 もういいだろう。全身の力が抜けました。死ぬのはいつでもできる。自分にできること、自分に合ったこと、それが音楽でした。6年前にバンド活動は休止状態。ソロでのオファーは年に数回程度でしたので、ほぼゼロからの出発でした。こんな私を こんな私の歌を聴きに来てくださる方がいるからには、失礼のないように本気で歌おう。歌が下手なのは十分わかっている。自分にできるのは本気で歌うことだ。その時からです。今まで何をやってもうまくいかなかった私が、本気で歌を歌ってみようと決断した途端、応援してくださる方がどんどん増えていきました。 ライブや学校講演などに招いてくださったり、ホームページ関連のお仕事の依頼も増えてきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今私がこうして笑顔でいられるのは、決して私一人の力ではなく、多くの方の思いとサポートのおかげだと実感しています。一日でも長く歌い続けること、それが 今まで支えてくださった方々への恩返しになると信じています。本当の強さとは自分の弱さを全て受け入れることその言葉が今の自分の大きな幹となっています。ということで車椅子のシンガージャハナ・イサムさんの写真もですねこちらの方に掲載されています。えー、1枚目はですね えー、イサムさんがこちら、イベント会場でしょうかね、えー、マイクの前で、えー、顔をですね歪めながらも熱唱している、えー、写真が、えー、載っています、そしてもう一つは、ですねこちら、コミュニティラジオのスタジオの風景でしょうか、マイクの前で笑顔でですね、えー、ヘッドホンしながら、えー、写っているイサムさんの写真が載っています。 さあイサムさんのプロフィールなんですがジャハナ・イサムさん、えー、シンガーソングライター主な活動はライブ、えー、ニースとしてソロ活動公演テーマ、えー「本気で生きること」を中心にトークライブ活動ラジオパーソナリティイサムの車椅子の風景こちら毎週木曜、えー、お昼3時から3時半までの放送となっております こちら、えー、コミュニティ FM の沖ラジで、えー、聞くことができるようです。えー、なお、スポンサー募集中とのことです。ピースエンドピース代表取締役ということでですね、えー、いろんな活動もしながら、ラジオとかもしながらですね、えー、シンガーソングライターとして、えー、活動中ということでございます。ということで、アンビシャス解放誌、ボリューム107、2ページ目でした。 アンビシャス解放誌、ボリューム107、3ページ目です。3ページ目は、2月の報告あれこれ。福岡県にて、就労支援講演会。2月1日、就労支援の講演会がありました。労働局、センターとアンビシャスの3社の発表でした。難病を持つ方の就労は関心が高く、 約80名の参加があり福岡県難病相談支援センターの取り組みとして役割を果たしています沖縄でも時期を見て講演会など開催していく予定ですはいこちらですねその80名の皆様が、えー、これ会議室の一室ですねに集まってですね、えー、この講演を聞いている様子が写真で掲載されています チャリティー講演会国家の品格の著者藤原正彦氏をお招きし21世紀を担う沖縄の若者たちへと講演会が開催されました学生は無料で一般の方も予想を上回る750名と大盛況でした企画したオフィス大城博史の大城博史代表は 少しでも難病の方々のお役に立てれば幸いと30万円の寄付をいただきました。講演で印象なのは、えー、家族を愛し、日本を愛し、人類を愛すこと。というですね、えー、こういう言葉があったんですね。えー、さあ、こちらの方もですね、お写真載っていますよ。えー、こちら、壇上の方でちょうどこれはですね、 えー、この寄付をいただいてる様子でしょうかはい載っております中部地区神経難病連携ネットワーク会議中部保健所主催で神経難病支援者と連携をとりノウハウなどの情報を共有しようと病院や訪問看護など関係機関の方約80名が参加しました課題は ALS の方が緊急で入院したり介護する家族の休息などで入院するレスパイト入院をするために何をどのようにすれば良質の連携が取れるのか情報交換をしています。ということでこちらもですね会議室で、えー、皆様約80名の方が集まって真剣にお話ししているお写真が載っています。 網膜色素変性症の集い岡山県から日本網膜色素変性症協会理事の奥村氏がアンビシャス事務局に来所しました今後県域を越えても連携しながら情報交換していきましょう患者会の設立や情報提供などまた機会がありましたらどんどん協力してくれるそうで頼もしいです 奥村氏がすごいのは講演会だけではなくセンターや県庁にも挨拶に行くなどして交流と情報交換をするところで見習わなければならないということでね、えー、ちょうどアンビシャスの事務所に、えー、来所した時にですね奥村氏とまたその事務所のスタッフと一緒ににこやかに写っている写真が掲載されています以上 アンビシャス解放誌ボリューム1073ページ目でしたアンビシャス解放誌ボリューム1074ページ目です4ページ目は新聞掲載、えー、ということでですねこちら2011年今年の3月8日掲載の記事が載っておりますが 沖縄盲学校卒業の5人、希望叶え進学、就職。5人の心はずっと一緒ということでですね、えー、その沖縄盲学校卒業の5人が、えー、仲良くですね、手を取って、えー、ね、縁、えー、になっている写真に収まっております。はい。さあ、そしてもう一つ、4ページ目ございます。共産広告です。えー、金属リサイクル。三和金属株式会社。 電話番号098-877-5346、えー、そして、えー、就労支援センターウィングルヒューマンサポート沖縄電話番号098-921-0585そして、パソコン診療所おこちら調子が悪い見積もり無料ご相談くださいということで、えー 電話番号があごちゃあホームページアドレスがメールがございますね。u e h a r a アットマークアンビシャスドットオーアルドット jp です。よろしくお願いします。あ連絡先はですね零七零五四一三八五一九 までよろしくお願いいたしますということでアンビシャス解放誌ボリューム1074ページ目でしたアンビシャス解放誌ボリューム1075ページ目です5ページ目は2011年4月の各保健所からのご案内、えー、こちらですね 北部福祉保健所、中央保健所、中部福祉保健所、南部福祉保健所、八重山福祉保健所はですね、4月の予定はございません。4月の予定はございません。そして、宮古福祉保健所はですね、4月の16日土曜日お、お昼の2時から夕方の4時まで、 四、えー、つ葉の会、抗原形疾患、そして、えー、4月の22日金曜日、えー、午前の10時からお昼の12時まで、トゥンガラの会、神経系難病、こちら行われます、えー、宮古福祉保健所、電話番号は0980728447です。 なお注意事項がございます、急な日程変更があることもございますので、事前の予約確認を各自でお願いいたしますということで、えー、またですね、えー、後ろの方で、各保健所の電話番号もお伝えします、よろしくお願いいたします。さあ、続きまして、沖縄県内難病患者団体2011年4月の掲示板。 沖縄県クローン病海洋性大腸炎ともの会沖縄 IBD 定例会は毎月第2水曜日夜7時から夜9時まで場所は中央保健所、えー、次回はですね4月の13日水曜日です中部地区炎症性腸疾患患者家族の会クローン病海洋性大腸炎ともの会 定例会は、えー、毎月第3火曜日夜7時から夜9時まで場所は中部福祉保健所、えー、次回はですね4月19日火曜日ですもやの会沖縄ブロックもやもや病患者家族の会定例会は偶数月第1日曜日お昼2時から夕方4時までです場所は 中部福祉保健所。次回は4月の3日日曜日。連絡先は世話人代表、田島良子さん。電話番号098-939-6215。日本 ALS 協会沖縄県支部。4月の予定はありません。えー、ということで、えー、日本 ALS 協会沖縄県支部。 連絡先は、新里さん、090-5028-4599まで。よろしくお願いいたします。さあ、続いて、全国抗原病友の会、沖縄県支部。沖縄県支部定例交流会。毎月第2日曜日、お昼2時から夕方の4時まで。場所は、中央保健所です。 次回は4月の10日日曜日となっています。中部地区交流会は3ヶ月に一度、お昼の2時から夕方の4時まで、次回は4月の17日日曜日となっています。中部地区会員の方へは、はがきなどでご案内いたします。とのことです。連絡先は、支部長、阿波連さん、09019442441、副支部長、たさん、 098-887-7599です。全国パーキンソン病友の会沖縄県支部交流会は平成21年、えー、7月より毎月第4日曜日となっております。お昼の1時から夕方の4時まで場所は中央保健所、えー、次回は4月24日日曜日です。連絡先はまたよしさん 090-8294-1974八,、えー、八重山網膜色素変性症交流会は毎月第1土曜日です、えー、お昼の12時からとなっています次回は4月16日土曜日第3土曜日です、えー、場所は郷土料理磯 連絡先は平さん09050815622神経難病友の会、えー、こちら仮ということですが、えー、八重山4月17日日曜日お昼の2時から4時までとなっております。 場所は調整中です。えー、内容なんですが、狩牛病院の薬局長による勉強雑談会ということになっています。連絡先は松堂さん、090-6635-4185、島中さん、090-8763-3670となっています。えー 編集後期です。3月11日金曜日午後、国内観測史上初の大型災害、東北地方太平洋沖地震、えー、がありました。被災された方々にはお見舞いを申し上げます。また、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。被災地への方々に少しでも早く、 多くの支援が行き渡りますように祈ることしかできません。募金や私たちにできる支援で少しでも支えになればと思います。ということでね、えー、編集後期、まとめられております。ということで、アンビシャス解放誌、ボリューム107、5ページ目でした。 アンビシャス解放誌、ボリューム107、6ページ目です。えー、6ページ目はですね、えー、まずはエッセイからです。役割を探しつつ、というタイトルです。車庫の取り壊しをしているユンボがうなりを上げている。玄関脇の木の下では、愛犬の熊がユンボに向かって吠えている。私は一人、今で、えー、今で、友人たちから、 退職記念にもらったフォーク全集の CD を聴きながらパソコンに向かっている。君の行く道は果てしなく遠い。一年前までは支援者であった私が今は支援を受ける立場にある。初心時、沖縄病院の担当医から言われた言葉が頭をよぎる。あなたが保健師としてやってきたことが これれから試されると支援者と支援を受ける側の両方の立場が分かるものとして今後どのように病気と向き合うのか CD の曲が変わった焦ってみたって同じこと助け合おうぜ世の中は気楽に行こうぜ周りの助けを素直に受け入れ肩肘張らず 前向きに、気楽に行くのもいいかもしれない。両方の立場がわかるものとしての役割を探しつつ。えー、こちら、えー、ペンネーム MS さんよりいただきました。ありがとうございます。続いてポエムです。タイトル、ゆっくり。頑張れてるって自信は、 誰にも負けないけど、頑張るって自信は簡単に揺らぐ。でもいいよね。少し疲れちゃうことってあるもんね。また頑張る。その後、ゆっくりゆっくり。えー、ということで、竹村厚木さんよりいただきましたポエムでした。続いて、 おすすすめ映画情報です今月は「カリフォルニア・トレジャー」2007年作アメリカ映画です宝探し、えー、コメディ映画ではあるが親子関係も絡んだハートフルコメディであろう自分勝手な父親チャーリー役にマイケル・ダグラス物語はチャーリーが精神病院を退院してく、えー、るところから始まる チャーリーは住んでいる地区に宝が埋まっていると独自に検索を始める宝探しに付き合わされた娘のミランダが突拍子もない計画に巻き込まれていくシリアスな役が多いマイケル・ダグラスが破天荒な役を演じていて時折見せる少年のような顔それとは対照的な娘を思う親の顔がとてもよくハートフルな作品に仕上がっていますということでね えー、今月も戸口優子さんからですねカリフォルニアトレジャーを紹介していただきました続いてバリアフリー情報です茶炭林家、えー、那覇から名護向けの58号線沿い左側にあるラーメン店茶炭林家麺は京都で庶民に親しまれていた、えー、中華そばを使用平日のランチはソフトドリンク飲み放題 入店はもちろん、トイレもバリアフリーで、えー、簡易型市民洗浄用ホースも設置していて安心です。ということで、ぜひ皆さん、ねえー、お時間がありましたら、茶炭林屋、えー、行ってみてください。えー、茶炭町北前1-6-8ですね、住所が。えー、電話番号が098-926-0220。 098926-0220ですファックス番号も同じということです営業時間はお昼の11時半からということになっていますこちら年中無休だそうですはい、えー、よろしくお願いいたします、えー、こちらもですね、えー、戸口優子さんに紹介していただきました ということで、アンビシャス解放誌ボリューム107、6ページ目でした。アンビシャス解放誌ボリューム107、7ページ目です。ご寄付ご支援、ご協力ありがとうございます。こちら、2011年2月28日現在です。順不同でお伝えいたします。 毎月定期ご寄付の方々、全保連株式会社様、株式会社アイアム様、キビの会様、沖縄県労働金庫様、匿名で4名様、2月のご寄付株式会社留薬社員一同様、荒垣聖也様、金子鶴子様、 オフィス大城広志様。ココストア浦添宮城三丁目店様。匿名2名様。なおこちらホームページにも掲載しております。アンビシャスホームページトップページにあるコンテンツより寄付した方々今年度をご参照ください。2月のご支援ご協力。 難病情報誌106号の折り曲げ、封入、封印作業を、那覇市坪谷地域の方が4名、ボランティアとして参加していただきました。たくさんの方に千羽鶴を折っていただきました。皆様、ご支援、ご協力、本当にありがとうございます。さあ、それでは続いて、保健所のご案内です。中央保健所、電話番号098 854-1005北部福祉保健所電話番号0980-522714中部福祉保健所098-938-9700南部福祉保健所 098-889-6351。宮古福祉保健所。0980-728447。八重山福祉保健所。0980-823241。 となっています。続いて、公共職業安定所のご案内です。なあ公共職業安定所、電話番号、098-866-8609。沖縄公共職業安定所、098-939-3200。名護公共職業安定所、 0980-522810八重山公共職業安定所0980-822327宮古公共職業安定所0980-723329となっています 続いて、アンビシャス事務所のご案内です。えー、住所は、郵便番号、900-0013、那覇市、二市、3-24-29のの、グレースハイム、キナ、2の1階となっています。電話番号は、098-951- 0567。ファックス番号は098-951-0565となっています。続いて、首里城公園内売店、商店のご案内です。住所は、えー、郵便番号900-0815。那覇市首里近所町、一丁目 一番地売店1号となっています以上アンビシャス解放誌ボリューム1077ページ目でしたアンビシャス解放誌ボリューム1078ページ目ですさあ8ページ目なんですが、えー、共産広告企業三和金属株式会社様 就労支援センター、ウィングルヒューマンサポート沖縄様、パソコン診療所様のご協力で、えー、こちらですね、広告が掲載されております。難病のアンビシャスは、志を諦めない、と大きなタイトルが載っております。そしてですね、大きな日の丸、日の丸の中央にですね、えー、アルファベットで、復興、 日本復興日本と大きな文字で書かれております今回ですね3月の11日に東北地方で大きな地震がありましたすごく大きなですね甚大な被害が出ておりますまあ日本をみんな元気づけると いう意味を込めてです、ね、いろんな活動をしておりますがアンビシャスも難病のアンビシャスは志を諦めない復興日本というメッセージを送っていますなお会の運営のため協賛広告をお願いしておりますお問い合わせは事務所までよろしくお願いいたします以上アンビシャス解放誌ボリューム1078ページ目でした さあ続いてはですね今月の占いです、えー、まずはあ羊座疲れたら十分な睡眠や休憩をとってラッキーポイントは DIY センター続いて、えー、おうし座いつも笑顔を心がけ周囲も明るくラッキースポットは、えー、学校です続いて 双子座。ストレス溜めないようにガス抜きを。ラッキースポットはライブです。続いてカニ座。年齢問わず言葉遣いに気をつけて。ラッキースポットはスーパーです。続いて、えー、獅子座。整理整頓。物は元の場所へ戻す習慣を。ラッキースポットは映画館です。水亀座。 えー、あ、乙女座ですね。乙女座。当たり前はなく感謝の気持ちを大切に。ラッキースポットは本屋です。天秤座。逃げの気持ちを捨て、前進してこそ。ラッキースポットはデパートです。サソリ座。嫌われ役髪を結びます。自信を持って。ラッキースポットは美術館です。いて座。 愚痴や文句だけじゃ何も変わりません。ラッキースポットはカフェです。え、ヤギ座イメージチェンジで明るく楽しく。ラッキースポットは海岸です。水亀座、コミュニケーション不足を解消しよう。ラッキースポットは図書館です。魚座、苦手意識から一歩踏み出して、 ラッキースポットは公園です。ということで、えー、以上今月の占いでした。